はい、今回ですけどエリック王子を使ってみたという動画になります。こちらね、イベントのリトルマーメイドのね、新しい新トイになるんですけれども、こちらね、ガチャ引いたらスキルレベル2まで上がったので、こちらをねちょっとやっていきたいなと思っております。ブロックを吸収するスキルなんですけど、まさかの4個しか吸わないというところで、普通にミッキーとかが強くない？ほら5個吸う、まあ、ステップが4だから弱いんですよ。これアリエルワンチャン5しかないかもしれないね。6ないかもしれない。だからそんな強くないかもしれないですね、下手したら。はい。まあ、そんな感じで、まあ、とりあえずね、エリック王子のスキルベ2を使ってみたのもね、やっていきたいと思います。でね、まあ、フランダーのね、使ってみた動画も出しているんですけれども、フランダーはですね、このイベントで、まあ、15個の魚を見つけた。で、まあ、エリック王子とね、まあ、どっちが活躍できるかっていうのをね、まあ、ちょっとね、見ていきたいよね。本当にさ、増えてんのかな？そこが不思議なんだよね。もうこれ4つしか吸わないでしょ。あ、でもあれなんだ。どこでもいいんだ。場所はどこでもいいんだ。4つ吸うってやつは。多分。そしたら、なんかあれだね。使いやすい問いやな、これ多分。なんか場所を選ばなくていい。多分。範囲が全体、あ、全体じゃないわ。四隅やから、四隅だったら、絶対4つ以上はあるから、これは、あれやわ。使いやすいわ。タイミング選ばなくていいわ。本当に本当に。まあ、強いかどうかは別としてね。スキルの使いやすさといえば、使いやすい。ほら。あの、ベイマックスと同じですわ。四隅を、まあ、消す方やけどな。ベイマックスは色変化するやつやけど、こいつはね、四隅を4つ吸収する、問いですね。ちょっと待って。ふぅふぅふぅ。という感じで、まあ、やっぱ、フランダーと同じぐらいですね。スコアも、コインも。まあ、コインもあれやけどな。でも、あ、あれだね。倍率があるんや。8匹見つけたけど、魚。ここで倍率で12体になってるやん。12匹か。はいはい。倍率がつくんですね。魚は。なるほどね。はいはいはい。了解しました。という感じで、まあ、エリック王子をね、使ってみた動画になりました。はい。まあね。弱い。ステップ4はやっぱ弱いっすね。はい。まあ、ステップ6のね、問いがやっぱ当たり問いかなという感じになっておりますね。まあ、ちょっとアリエルが気になるところなんですけど、まあ、ちょっと引くかどうか、課金するかどうかやな。ま、そこら辺も悩みどころですけど、僕、今回はね、まあ、とりあえず、エリック王子の使ってみた動画になりました。よろしければね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。